マシュートーマス・マット・リッチーは、イングランド・ハンプシャー州、ゴスポート出身のプロサッカー選手。スコットランド代表。ニューカッスル・ユナイテッド FC 所属。ポジションは、ミッドフィールダー。13歳で、ポーツマス FC の下部組織に入団。2008から09シーズンに、トップ昇格。最初の2シーズンは、レンタル遺跡で経験を積み、復帰後2010年4月のウィガン。 アスレティック FC 戦で念願のトップチームデビュー。2010年2月、シーズン終了までの契約でスーインドンタウン FC にレンタル移籍。2011年1月、完全移籍に移行。2013年1月、40万ポンドで AFC、ボーンマスに移籍。スーインドンを追い出された形の遺跡であり、リッチーはこの放出を鎮痛な思いと形容している。 2月2日のミルトン・キーンズ・ドンズ FC 戦でデビュー。2014から15シーズンは、ボーン・ワスの主力を張り、スコットランド代表にも選出された。4月までに11ゴール13アシストを記録するなど、ボーン・ワスのプレミアリーグ初昇格に大きく貢献し、フォーホーツーが選ぶ2部最優秀選手に選ばれた。2016年7月、フットボールリーグチャンピオンシップに降格した。 ニューカッスルユナイテッド FC に移籍。フラム FC 戦で初出場を飾り、レディング FC 戦以降はペナルティキッカーを務めた。リーズユナイテッド AFC 戦後に負傷するまで主力であり続けて、同シーズンはドワイトゲールに次ぐ9得点を挙げている。2018から19シーズンはホセルとポジションを争い、シーズン中盤からは左ウィングバックも務めた。 リッチー自身はイングランドで生まれ育ったが、父親がスコットランド出身のためスコットランド代表を選択した。2015年3月に開催された北アイルランド代表との親善試合で初キャップ。6月のカタールとの親善試合で初ゴール。ありがとうございます。